はい、ということで今回は岐阜県安八郡安八町西結びにございます結ぶ神社さんに来ておりますということで、今回とっても縁起の良さそうな名前なんですが、まさにこの神社の名前の通り、男女だけではなく神様やあるいはビジネスパートナーとのねご縁を結んでくれるというとっても由緒正しい神社です。ぜひね、できるだけ最後までご覧になっていただければと思います。ご祭神は雨の水上主の御事、そして高見結びの御事、そして神結びの御事でございます。これね、神々の名前というのはこの神社の方の縁起由来に書かれているそのお名前をそのまま使わせていただいております。そしてまた今正面に見えているご拝殿の後ろに行きますと、またね、一説には雨の水上主の御事と同じ神ではないかと言われている、別の神、素晴らしい神がねいらっしゃいますので、ぜひそちらも見てください。ということで今回皆様と一緒に参拝するこの、結ぶ神社さん、実は歴史的にとっても有名な、知らない人はいないと思います。いたらどうしようもないと思います。あの織田信長公もこちらの神社参拝しております。なんとその時はね、長篠の戦いの際ということなので、一向一揆との戦いのことも書いてあるんですが、武田とのね、まさに、決死の覚悟といいますか、最大の、戦いだったと、織田信長にとってはね、ではないかと思います。まずは手をお清めください。はい、お清めいただけましたでしょうか。龍さんに目が入っていてとっても可愛かったですね。はい、でこちらの神社、先ほど申しました信長公が7日間にもわたってね戦勝祈願を行ったと言われておりますが、それ以外にもね、小栗判官の照手姫という伝承も残っております。この時も照手姫が7日間にわたってご祈願をしたということで、7日間、もしくは7回とちょっとね解釈を変えて、そうすると大願成就するという、そんな神社なのではないかなというふうにも思います。はい、こちらね、創建そのものは平安時代の末期でございます。西暦でいうと1169年から71年の間ですね。この頃に創建されたというふうに言われております。まだね、一説にはさらに古くて奈良時代じゃないかっていうね説そのものもあるそうでございますね。でこの神社、先ほど申しましたように歴史的な人物も来ております。江戸時代にはね、参勤交代の途中でしょうかね、殿様が来て、ちょっとね粗相があったようで、その殿様が大変失礼なことをしたということで、橋ですね、こちらの方もね寄進しているという、そういう神社でございます。そしてこの、拝殿の中かな、御本殿って書いてあったかと思うんですけどね、神像、神様の像17体あります。17体ですね。これはね、あの御神体というわけではないそうなんですが、今から12年ぐらい前にとんでもない不届き者がこの神像、神様の像を盗んだそうでございます。バシ当たりの おバカ者なんですが、2ヶ月ぐらい経ってこっそり返してね、いたという、とんでもないやつがいたと、そういう歴史もございます。そして御本殿の方にはね、こちらとっても美しい御本殿ですが、この御本殿の方にもね、狛犬さん、もうね320、30年前、もっと前かもしれませんね、少なくとも300年以上前の狛犬もあるということでございます。さあ、先ほど申しました、覚えていますか。子宝の神と書いてありますが、子宝はちょっとなぜ子宝の神と書いてあるのか私よくわかりませんが、こちらにいる珍しい神様、もう少しでお名前が見えます。もう見えてますかね。雨の常立ちの神ということで、はい、見えますね。雨の常立ちの神ということなんですが、これはね仙台久慈本記によりますと、雨の水上主の神と同一の神であると言われている神でございます。もしそうでなくても、こと雨津神ということで、
大変ね、尊い神であるということでございます。ではこちらもね、30秒ございますんで、ぜひご参拝ください。どうぞ。はい、ご参拝いただけましたでしょうか。もちろんね、今から結ぶ神社さんの方に戻りまして、こちらでもね、ご参拝いただければというふうに思います。今ね、この私が参拝で上がってる時間が、もうね、すごく明るく見えるので、8時とかね、9時かなって感じでご覧になってたかもしれませんが、まだね、一番最初の時間で6時半ぐらいですね。6時半でございます。あ、そうだ、一つ面白いことを私発見いたしました。ぜひね、下の Google マップ、動画概要欄に Google マップの地図貼っておりますんで、ぜひそれを見ていただきたいんですが、もうそろそろ参拝時間になってしまったので、この参拝時間が終わった後になぜ見ていただきたいかをね、言います。これはねぜひ見てください。じゃないと、うわっ、ほんまじゃみたいなね、そんな楽しみが感じられないと思います。どうぞご参拝ください。雨の皆かぬしの御事、高見結びの御事、神結びの御事です。はい、ご参拝いただけましたでしょうか。どうしてね、私がね、動画概要欄、説明欄にある Google マップの地図を見ていただきたいかと申しますと、こちらね、すぐ、西側か、揖斐川があります。で、この揖斐川をね、北上していくと川が2つに分かれていて、右側が根尾川ですね。根尾選手って言いますが、あの根尾川です。で、左側に行くと揖斐川ですね。で、この左側のね、揖斐川をね、何キロか上流に上がっていきますと、そこには三輪神社がございます。三輪神社、あの奈良県の大三輪神社からおそらく信濃に向かっていた三輪一族の人々の一部がそこに定住して三輪神社を作ったんじゃないかと思っておりますが、この三輪神社の動画もね、もう公開しておりま いると思いますので、ぜひ見てください。そしてこのね、二股に分かれていく川が京都の鴨川、鴨川を北上していくと、右側ね、行くと高野川かになる。そして左側がまた字が違う、変わるんですけど、鴨川で、鴨川をまた上がっていくと上賀茂神社がありますよね。上賀茂神社、鴨一族と三輪ですね。この関係も含めて、なんだかとっても京都と似てるなということで驚きました。ぜひ下に2つの地図貼っておきます。ぜひ見てください。また、それとともにおすすめ動画を4本ぐらい載せておりますので、1つか2つは見てください。あと地域別、お祭神別の再生リストもね、用意しておりますので、それもぜひ見てください。またタイトル下の岐阜県神社、ここクリックすると岐阜県むちゃくちゃ素晴らしい神社いっぱいあります。その神社のリストが出てくるはずなので、ぜひご覧になってください。ということで、私は毎日18時30分に全国のどこかの素晴らしい神社の動画を公開しておりますので、ぜひね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた明日の18時30分にお会いしたいと思います。それでは失礼いたします。失礼します。